で規則性を適用すると書いてありますが、あまり規則性を適用するということは意識しないでいいです。どのような時にどういうふうに考えればいいのか、その考え方をしっかりと理解していただければいいと思います。では早速いきます。比例と反比例です。比例と反比例、まず言葉を覚えてください。そこに載っている例、これをもとにちょっと説明をしていきましょう。水槽に1分間3デシリットルずつ水を入れます。1分入れれば3デシリットルですよね。2分入れれば6、3分やれば9、4分で12というふうに、片方が2倍、3倍、4倍となれば、もう片方も2倍、3倍、4倍、2、3、4、5倍、6倍、もう片方も同じようになっていく。これが比例です。では反比例って何か、じゃあそこの例を元にしましょう。面積が12平方センチメートルの平行四辺形の底辺と高さ、平行四辺形の面積は底辺×高さで出ますよね。面積が12ということは、例えば底辺が1であれば高さは12ですよね。底辺が2の場合、高さは6ですよね。2倍、3倍、4倍、片方を2倍、3倍、4倍としたとき、もう片方は2分の1、3分の1、4分の1倍になる。これが反比例です。ですか？片方を2倍、3倍して、同じように2倍、3倍になる。これが比例。片方を2倍、3倍にしたときに、2分の1倍、3分の1倍になる。これが反比例です。